いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! 私、今日はパリ日本文化会館に来ています。なんとここに私は素敵な男性とランデブーがあるんです。早速、小林健太郎さんとのランデブーの場所に来ました。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。皆さん、覚えていらっしゃいますか？皆さんが YouTube で見た、あのお寿司の脚本と出演なさってる方です。わさあ、では早速、小林健太郎さん、ご自身から自己紹介をしていただきたいと思います。お願いします。こんにちは、はじめまして小林健太郎です。私は、ステージで、コメディパフォーミングアートをやっています。この度初めてパリで舞台を踏むことになりました。よろしくお願いします。よし、間に合った。あ、出ない。あ、はっ。ということで、なんで今回フランスを選ばれてフランスにいらっしゃってるんですか？呼んでいただいたんです。あ、はい。どなたに？パリ日本文化会館に。あとあれですよね、パリだけではなくよその地方でも。はい、モナコでの公演も予定しています。おー、でかい。一体どんなソロ公演なのでしょうか？ポツネンというのは僕のソロステージネームです。内容はコメディなんですけれども、日本で多くステージをやっていますが、その作品の中には言葉を使ってないものも結構あるんですね。映像であったりイラストレーションであったり、そういうものを使ったパフォーマンスがあるんです。つまり日本語がわからないお客様にも楽しんでいただけるということで、今回パリでの公演にたどり着いたという感じです。はい、イラストといえば、実は小林さんはなんと、はい、漫画家の経験をしたことがあります。はい、タイトルのポツネンですけれども、一体どういう意味があるんでしょうか？はい、ポツネンというのは日本語で、一人寂しくいる様という意味があります。僕はステージ上に一人しかいませんので、広いステージの中で寂しそうにパフォーマンスをしている私の姿をイメージしてつけた名前です。はい、では興味を持ったみんなに告知をお願いします。はい、6月14、15、16パリ日本文化会館で、私小林健太郎が作演出のポツネンというライブショーがあります。ぜひ遊びにいらしてください。そしてモナコでは6月19日です。詳しくはウェブサイトなどで調べてみてください。はい、ということでステージ上の小林さんはポツネンですけれども、私も遊びに行ってみんなでワイワイと、客席の方はワイワイと盛り上がりたいと思いますので、みんなブブネッコブ。